なのであのテロ行為というふうに決めつけられた人間がですね、それはそういうこと言うのはひどいじゃないかと、あの抗議するのはこれはあの当然のことなんだろうなと、要するにあの名誉を著しく傷つけられるわけですから、あの正当なあの言論活動をやっていることに対してそれはテロだと言われたわけなので、そのテロという発言、これはひどいじゃないかと。で、あの後にあの石破幹事長はそのテロという表現は撤回するとおっしゃっているようですけども、つまりそれは間違った表現なんだということを、まあ、あのお認めになっておられるわけですね。そうであれば謝罪せろということ、これもあの当然あのことなんだろうなというふうに思っております。なので12月の2日にですね、本人たちと、弁護士の、まあ、そこにあのありあの名前あの抗議文ありますけれども、ずらっと名前並んでますが、後ろの方にですね、本人たちそれから、弁護士の、名前をずらっとつな、並べてですね、入ってない？ああこっちにあるの、失礼、あのこっちにありますね、ずらっと並べて、抗議文を、送っております。でこの抗議文はすでにあのネット上インターネット上も公開されておりますので、これは全文あのいつでもあの見れる内容になっております。まあもちろん私ら弁護士の名前も並んでおりますし、まあ、名義としては官邸前国会前、抗議参加者有志という名称になっております。それから官邸前見守り弁護団で、官邸前見守り弁護団の、まあ、トップとしては宇都宮健二先生が上がっております。それから、五野郁夫先生、あの政治学者ですね。それから今日来る、村上ダミアンさんって、これミュージシャンの方です。それからミサオ・レッドウルさん、これは官邸前抗議の、中心人物ですね。こういった方が、名前を連ねて、今回の、石破氏の発言、テロ発言ということに対して、これおかしいじゃないかと、そのような、抗議文を、送ったわけです。抗議文はあの2種類ありまして、1つは自民党宛てのもの、それからもう1つは、石破幹事長個人宛てのものになってます。ですね。で、まあ、石破幹事長については、まあ、全面撤回と謝罪、あれはあの撤回だと思ってませんので、全面的に撤回して謝れと。それから、君はあの適正ないので幹事長は辞めろと、そういう内容になっています。それから自民党に対しては、まあ、自民党としての謝罪、それから石破幹事長の処分、そして石破幹事長の発言によって、まさにそのテロという定義の、不明確性という問題点があらわになった、この秘密保護法、特定秘密保護法案についてはこれ白紙撤回してほしいと、こういう内容になっております。でここまではですね、非常に自然なですね、素直な流れなんだろうと。これはあのよくある話で、被害者というか、まあ、批判された団体が、まあ、あの批判した相手に対して抗議文を出すということは、非常にあの素直な、流れなんだろうなというふうに思っております。ダミアさん、早く来て、急いで来いって言ってくれますか。で、問題はですね、その後だろうと思っています。昨日送ったので、おそらく今日届くだろうと。で今日届くぐらいなので、明日、その自民党本部に我々行ってですね、この件について話が聞きたいということで、アポを取ろうと思って僕は電話かけたんですね。だごくごくごく自然な、ごくごく普通の、流れなんだろうと思うのですが、その時に、今日の10時ちょっと過ぎなんですけれども、非常に、回答が悪い、態度が悪い、非常に何ていうのかな、僕は弁護士なんで、いろんな人と当然ね、いろんなところに抗議の電話するとかいろいろあるわけですよ。で普通の対応はこうなんでしょうね。まああれは議員個人のねブログなんで、党としては何ともね意見申し上げれませんが、文書だけ受け取っておきます。普通そういう対応なんです。普通はそうじゃないです。これおそらく自民党はいつもこういう対応してるんだと思いますが。今日お配りしたこれですね、これちょっと大急ぎで今日事務局にテープ送りさせました。1、2、3、4ページ目ぐらいですかね、4ページ目あ、網掛けしてありますが、文書は受け取りますけど、回答は出しません。それから我々が行くと言ったことに対しては、中には入れません。入れませんからね、入れません。お断りします。あなた方の常習手段だ。見え見えなんだよ。
え、あなた弁護士だなんて言って、一般国民だなんて言ってるけど、そうじゃないの、そうじゃないんじゃないの、え、はあじゃないですよ、どういうことなの、あなた。それから、最後から2枚目のページですね、会う必要もありません、会う必要もありません、どうぞ、どっちみち集団でしか来れないんでしょ、そうですか、なんでもね、あなた方恐ろしいね、G 行進ってものがあるじゃないですか。弁護士さんなんかよくお分かりでしょ、そういうことで要するに威圧する、それがたまたま自民党だけだったという話、よくそういう行動しておられますよね。これ口頭のその窓口ですよ。で最後のページを持って、もこれはあの一番あの重要な部分なんで、最後のページをよく見ていただきたいんですが、じゃあ官邸に集まってる方々も他にね要するにテロと言われても良いくらいの暴力的なね、そういう表現の字を縦にやってる人たちっていうのはたくさんいるんですよ。いやいや、だからもしあなた方が該当するのであれば、あなた方もその一つなんじゃないですか。だったらそうなんでしょ、あなた方だって、範囲を逸脱したんじゃないですか。いいですか。だから、石破幹事長のですね、デモはテロ、要するに抗議活動で、大きな音を出しているのはテロだと言ってるのは、別に彼一人の考えでも何でもなくて、自民党に普通の市民がちょっと電話かけたら、こういう回答返ってくるんですよ。でしかも、いいですかね、我々は、テロと、ダメさん、ちょっと隣に座ってもらって、テロ行為をしたというふうに決めつけられたことについて、そちらのお考えをお伺いしたいと言ってるところに、普通は提出で言ってるところに対して、今の発言ですよ、官邸前に集まってる人たちもテロと言われているような暴力的な表現の自由を盾に取ってやってるんじゃないですか。これね、一字一句起こしてますから、これもし何か違うということであれば、先ほどお配りしたこの、お配りしてないのか、あのデータをですね、聞き直してます。これ大体30分ぐらいなのでかなり、長いんですが、ちょっと何秒頃というか、打刻もありますので、これをご覧になって確認を、いただければですね、私がいい加減なことを言ってるわけじゃないということがお分かりになるだろうなというふうに思います。でちなみにこれ、誰が言ったのかというのが非常に重要な点だと思うんですが、教えてくれないですよ。最初に猪俣と申しますと。でね、これちょっともうちょっと正確に経緯をしゃべりますと、僕が最初にこれ電話したのが12月の2日なんですね。12月の2日の3時ごろ、まず、これをそのあちらに郵送したのと同時に、電話をかけました、3時ごろに。そしたら、事務局ということで、栗林という人に電話を回されました。これが、でそしたらその栗林という人は、今ちょっと検討するので、2時間後に電話をくれと。いうことでしょうがないんで、5時にもう一度電話しました。それで5時に電話したらなかなか出ないで、でやっと出たら、もう一度電話、1時間後に電話くれということで、しょうがなくて6時にもう一度電話しました。2日の6時ですね、夕方の6時で、6時に電話したところ、明日障害担当の猪俣という男が対応するので、猪俣という男が対応するので、明日もう一度電話欲しいということで、この電話なんですよ。で、栗林さんは事務局というふうに称していて、で栗林氏は猪俣氏のことを、障害担当と言ってましたね、障害担当というふうに、おっしゃっておりました。なので、この人もしょうがない、私は障害担当というふうに理解するしかないんですが、彼は自分の役職名だとか一切名乗りません。で下の名前を教えると、下の名前も教えてくれます。これは具体的にテープの中で、下の名前を教えてくださいという会話があるんですが、いや、そんな必要ありませんと、猪俣という、でこれ、本当の名前なのかとさすがに思いまして、いや、それは本当の名前だって言って、ぶち切れてましたけども、
本当の名前ではあるそうです。でどうもいろんなネットなんかで見ると、なんか猪俣という人はどうも いるようには聞いております。なので、まあという経緯を、皆さんにご報告したくて、今日は急遽会見を開かせていただきました。でポイントは2つだろうと思います。1つは自民党というのは、かつ市民が抗議してもそれに対して非常に、暴力的に、これ聞いてみる意味だとものすごく威圧的ですよ。これ僕が弁護士だったからいいんだけど、一般の市民だったらこれもう相手になるんですよ。これ多分ね、非常に威圧的に排除する対応、言葉遣いを見せます。先ほど申し上げた、例えば4ページ目ね、文書を受け取りますが回答は出しません、それはいたしません、お断りします、理由ははっきりしてるじゃないですか、勝手なこと言わないでくださいよ、勝手なこと言わないですよ、あなた一人じゃ来れないんでしょ、よくわかんない、中には入れません、お断りします、お断りしますという対応です。非常に、だから市民からの批判というものに対して非常に威圧的、暴力的に対応しているというのが一つのポイントだと思います。これはもうだからありとあらゆる点、そうですね、今回の、ね、秘密保護法をね、巡って、どんなにパブリックコメントでひどい話が出ようが、どんなに公聴会で、批判があろうが、もう こういう対応になる。それからもう一つ、最後、これどうしても強調しておきたいのは、先ほど申し上げましたけども、いまだに自民党に電話をすると、官邸前に集まっている連中はテロと言われても良いような暴力的な表現の自由を盾に取ってやっていると。これは別に僕の捏造の言葉じゃないですかね。これ一軸を起こした言葉ですかね。テロと言われても良いくらいの暴力的と言ってるんですよ、彼ら。で、これはだから石破さんの発言というのが、決して彼個人の言葉が滑っちゃったとかそういうことではなくて、自民党が本体としてそういうふうに思っていて、だからこそ、未だに我々に対してもそういう言葉を投げつけてくるということがはっきりしたと、いうことをぜひ、いろんな方に知っていただいて、自民党に質問していただきたいというふうに思っております。で、一応私からは以上です。で、すいません、実はその、29日に、官邸前の、ね、周辺で抗議されていたのは、特にミュージシャンとか、そういった、グループが多いんですけども、ちょっとこの、石破に、ね、対する、発言の感想だとか、そういったことを含めてちょっとお願いします。官邸前でいつも声を上げているダミー村上と思います。この今回の石破さんのこの発言は、特定秘密保護法案の、本質をズバリついていると思うんですね。で、と言いますのも、やっぱこの彼らが出してきている12条で、デモに対して、行動、何かの行動に対して声を上げるということが彼らのこのテロリズムという一つのに当てはまるんじゃないかというそういう言い方がやっぱり多くの弁護士さんから指摘されてますが、まさに彼らが考えていることっていうのは今回の石破さんのこの発言で、ズバリ本音が出たと思ってます。で、こういう形で、我々が、どんだけ20万人集まろうが、昨年の6月みたいにですね、で10万人集まろうが、結局自民党というのがこういう形で、考えている以上、我々ももっと強い形デモとかではなくて、社会的な強い立場で行動していかなければ、この人たちの考え方っていうのは絶対に変わっていかないなと思ってます。そういった意味では私は非常に腹が立たしく思ってます。言葉には非常にしづらいんですが、非常に不愉快です。そのと言います。今ちょっとこうチラシを回したけどですが、先週の11月26日 の衆議院の
強行採決されたときに衆議院会館前で抗議行動をやっていました。で、29日も参加してました。おそらく石破発言はそういう波状的な抗議行動の連続に対して言われたのだと思っています。両日ともものすごい数の人が集まりました。で、今はお配りしているチラシにあるように、もう本当に今週はもう強行採決があるかもしれないということに毎日のように人が集まってまして、私自身は午後12時からの本会議とかをやっている時間に合わせた市民の場、抗議の市民の場というものを呼びかけています。で、その一覧表が必要だと思ってそれを作ったんですけれども、石破発言は本当に私も頭に来ているんですけれども、より具体的にそのやっぱりたくさん国会前に人が毎日毎日集まっているような状態を受けて、もうそれを規制するぞという脅しとしかやっぱり思えません。一つは、大体私は霞が関から国会議事堂の方にトラメガホンとかを持って上がっていくことが多いんですけれども、私とかあるいは他の抗議行動をいつもやってる方っていうのが結構本当に現場の警察官からどこ行くんですかとか、それ持ってたらいけませんよとかっていうふうにすごいしつこく言われるというのがもう日に日に強くなってます。厳しくなってるんですね。でもう囲まれてなんか行かせないとか、なんとかそれをおかしいでしょっていうふうに言って現場まで行くというようなことが増えてまして、一つはやっぱりそういう現場の警察官に対して規制しろよというふうなストレートのメッセージを出しているというのは感じます。でもう一つは今日も昨日も今日も昼間座り込みしてたんですけど、結構なんか先週はまだいなかった一般の人みたいな人が来てお前ら何やってんだこの売国道がみたいな抽象していく人っていうのがちょっと出始めてまして、先週は全然そんなのいなかったので、やっぱり石破さんの発言を受けてこう市民の中でも市民活動っていうのはテロなんだと、何に反対してだってそんなことはしちゃいけないんだということを言う人たちが出始めてきているのがやっぱりすごく怖いところで、権力持ってる人が抑え込むと同時に、私たちの側でも本当にそういう自主規制させてもう何もできなくさせていくということが狙いにあると思うんですね。やっぱり8月に麻生大臣がナチスを見習って静かに会見をしたいというとんでもない発言をしましたけど、あれもやっぱりそのつまりは先にもう反対運動ができなくなるような厳しい法律でも縛りを作っておいて、それで反対運動が巻き起こる前に何もできなくさせて自分たちのやりたいことをやろうということがあると思うんですよ。それはもう僕らもすぐに官邸前で抗議をしたんですけども、やっぱりそれいうことに対してそうじゃなくて声集まって声を上げることが全ての基本だということを言いたいし、実際に今昨日のキャンドル抗議行動でも1500人もの人がそんなに告知期間ないのに集まって、去年の反原発運動を思い起こさせるようなすごいいろんな新しい人たちがどん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 増えてきてるんですよね。はっきり言うと石破さんの発言というのは本当そういう人たちを威嚇するたびにやられているというふうに感じるので、本当にそういうことはやめてもらいたい、民主主義を壊さないでほしいというふうに思います。いいですか。そうですね、はじめまして、僕も レゲエミュージックをやっているので、質問します。よろしくお願いします。まあ、僕もね、この石破さんの発言を聞いてね、とても不愉快でしたね。まあ、日本というと民主主義の国で、まあ、そうですね、民主主義を第一、僕らの国民を第一に考えてやってるのに、それで反対という意見を声上げて、僕らなりにこうやって活動してるのに、まあ、テロデモはテロという発言、それは本当に考えられないと思いましたね。まあ、デモということは暴力的とか破壊的なことをいう定義だと思うんですけども、僕らそういう破壊的なこともそういうこと傷つけるような行為もしないのに、ただ声を上げてるだけでテロリスト扱いされちゃったまったもんです。まあ、今すぐおっしゃってたように麻生さんがこの前言ってたナチスの手法に学べ、もうその通りにしようと僕は考えていると思います。何て言うんですかね、たとえ今こうやって撤回したって言ってるところで、それは何ですかね、
外見上の撤回だけであって内面は、まあ、本心はそう思っていると僕は思っているんですね。だからもうこのままそういう気持ちの人が一人でもおる時点で、このなんていうんですかね、この法案通っちゃえば、まあ、知らず知らずにデモもテロという形にされて弾圧されちゃうと思うし、そうですね、そういう言葉を言う人間がこうやって なんていうんですかね、こうやって決めちゃうっていうのは本当に危ない法案というか、これは辞任以外の回避方法はないと思うんです。はい、ありがとうございます。じゃあ一応我々からのご説明は以上ですので、何かご質問等あればお願いいたしたいのですが、あの人おっしゃられたら、おっしゃられたい方、あ、もういいじゃん、いいじゃん、短く、はい、ごめんなさい、はい、すいません、静岡県から参加しています岩橋と言います、会社員なんですけども、石破さんの発言については本当に言語道断で、完全に憲法違反、本当人間の尊厳を破壊する、否定するような発言で言語道断だと思います。で、今先生から紹介されたこちらの内容の方がさらに衝撃的でした。本当に石破さん個人の思想発想じゃないんだっていうことが分かって、この言葉遣い本当にひどくて、これ暴力団かもしくはオレオレ詐欺の会社に電話した時の対応じゃないかなって思うんですよ。で、時々オレオレ詐欺にメディアの方が一般人を装って取材で電話すると、普通は最初答えてるんだけど、メディア相手がメディアって分かった瞬間にもう電話切っちゃうみたいなね。だけどこっちは権力があって、電話切らないでとうとうと言い続けるんですよ。これ本当にひどい人権侵害だと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあ何か質問とあればこれに書いて時間なんですが、これはね、これはですね、時間じゃなくて、おそらくメモリっていうのは何ですか、これ全体が3、そう、テープ起こしの時の メモリなので、おそらくこれデータアウト差し上げますが、ここにカウンターが出るじゃないですか、多分それだと思う。全体が大体30分ぐらいだというふうに僕は聞いてますので、僕も全部は聞き直してないですけど、ちょっと今日慌ただしかったので。4人の方は29日、29日いた人は、私は29日はいます、静岡の方がいる、僕らは3人とも。で、29日は私もその主催者の一人です。はい、29日は参院会館で秘密保護法の、はい、そうです。官邸前でいつもの金曜の原発でもしましたけど、はい、そうです。それは皆さん、官邸前の方にいらしたんですか。いや、官邸前は6時から始まったんですが、秘密保護法案の参議院会館の方の講義は6時半から始めてます。6時半から9時まで始めてます。やってます。時間としては。はい。参議院会館から官邸前から参院に流れた方も多かったと思います。それで1000人以上に膨れ上がったって形になったと思うんですが、はい。3人とも皆さんそういうふうに官邸から参院。いや、私だけがちょっと半減年の方の脱原発抗議集会には参加してたんですが、後の呼びかけ人として火炎瓶哲君というのがいるんですが、彼はもう初めから6時半にその参議院会館で始めてます、主催者として。はい、はい、他の3人はどうだったのか。私たち2人は最初から参議院会館前にいました。はい、6時半からのが一番大きかったということでいいんですかね。特定秘密保護法案に対する抗議集会としてですか。はい、そうです。それ以外の時間っていうのはどういう感じですか。29日のそれ以外の時間、そうですね、はい、29日の、まあ、
午前中から、まあ、その夕方が一番大きかったと思う。午前中すごくやってるんだ。29日は、今本当にいろんなところがいろんなことやっていて、昼間は確かお昼の12時から13時の時間帯は共産党系の労働組合か何かの人たちがやっていて、でその後私はちょっとやっていなくて、結構ただ断続的に市民の人たちがこう来てプラカードを持って立っていたりとか、そこで話し込んだりというようなのは今はもうあって、まあ、大音量の抗議集会っていうのはやっぱり6時半からだったと思います、うん、まあ、厳密に言うと結構早くね、あの時始めてたから5時半ぐらいから実はやってました。浜田の説を伺いたいんですけども、はい、やり取りの一番最後のページまで、その政府と言われているインターネットを用意するくらいのところなんですけども、はいはいはい、まあ向こうの言葉を全部落としている。そうです、そうです。ごめんなさい、そうなんです。僕の言葉はちょっと時間なかったんで、ものすごく長いんで、あちらの言葉だけを拾ってます。だから、それは聞いてください、後で。これ、やり取りとしては、これ、どういう話をしているのか、くだとして。要するに、これ全体を通じてそうなんですけども、あちらが言いたいのは、まずね、我々のことを言ってるから怒ってたと。言ってるわけね。で、あなた方はそんな音量を出してたんですかと、こう聞くわけです。で、それに対して、いや、我々は正当なね、範囲でしかやってないと。で、だったら石破さんのブログはあなた方のことを言ってるんじゃないんじゃないですかというふうに言い返してくる。で、それに対して、まあ、本当に詭弁なんだけどね。で、それに対して僕の方は、いや、これは特定しないのあそこにいた人たち全員に対する名誉の、侵害でしょと、ことを言って、そのやり取りがずっと続いてるわけです。で、それで最終最後、彼の方が、だったらあなた方、あるいはあなた方以外も含めて官邸に前に扱ってる連中もみんな要するにテロと言われて暴力的なそういう音をやってるんでしょう、だったらと。そうであれば。でそれでかつあなた方がね、要するに石破幹事長に言われたということで怒ってるのであれば、あなた方だってやっぱりそういうテロと言ってもおかしくないような音量を出してたんじゃないんですかっていうのが向こうの理屈なんです。要するに改めてもう一回その幹事長が撤回したテロっていう言葉にもう一回そう謝るんじゃないですかっていうことを言われたっていう。そうですそうです、そういうことです、そういうことです、そういうことです。そうですね、まあ、いやテープ全体を聞き直すと そういうことを要するに言ってます。で、まあだから我々だけでなくて官邸の前にはそういうそのテロと言ってもおかしくないような音量でやってる奴らがたくさんいると。であなた方がそれで怒ってるんだったらあなた方もそうなんでしょと。であなた方がそうじゃないって言うんだったら怒る必要ないでしょっていう、そういう極めてヘリクスなんですけど、そういうことを散々言ってるってことね。これ猪俣さんがどなたなのかとちょっとぜひ皆さんの方で調べていただきたいんです。僕が言っても教えてくれないで、うん、2日に、まあ、1回電話をして、で、抗議も2日追加し、2日です、2日に要するに送ると同時に電話したんです。で要するに翌日だったら届いてるだろうってことで、今日の午前中に改めて、そういうことです、こういう電話をして、そういうことです、やり取りをして、はい、その2日昨日の段階で明日の障害団の猪俣というのが担当対応しますからって言われた上で、まあ、こういう話を、そういうことです、そういうことです、そういう流れです、事実関係、そういう流れです。これはじゃあ10時から一連の、まあ、午前10時から大体ね、10時ちょっと過ぎ、5分過ぎぐらいから35分ぐらいだ頃だったと思います。30分ぐらいで大体。趣旨としては、この電話のもともとの趣旨としては、幹事長にアポイントを取りたいという。要するに、こちらとしては、まあ、幹事長なのか、まあ、しかるべき人ですね、しかるべき人に、この我々のその抗議文を読んでもらって、まあ、基本的には謝罪を求めてるんですけどね、そうでないんであれば、どういうふうに考えてるのかと。いうことをそちらの考えを受けたまわりたいという内容ですね。で、まあ、いつがいいんですかってそのアポを取りたかったんだけど、もうこういう態度。54分で、まあ、9分54秒だと思いますけど、この辺りなんか右翼団体がガン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 やってるのを、うんうん、対応あたりで、そうこの人が随分立候補してます、ね、そうですそうです、ね、よくわかんないけど、ちょっと待ってね、ごめんなさい、何ページぐらいですか、どの辺だっけ、9ページ、ああ、はい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 、だから、神原さん、あなただってね、右翼団体がガンガンやってるの聞くでしょと、ああいうのあなただって迷惑ですよねと。ね、あなたもだから私たちの気持ち分かるでしょと言って、だからこれに対して私が確かに右翼団体がガンガンやってるのは嫌だけどあれはテロとは思いませんと、
という議論でをして、いやいや、だったら、でそうですか、じゃああなたの自由じゃないですか、何言ってるのかよく分かんないんだけど、で、それはテロの定義にもよりますよねとかね、そういうことをまたさらに向こうがこう振りかけてきてると。で、この後もすごいですよね、テロだなんてね、あなた日本人ですか、何があなたが言い出した、売り言葉に買い言葉ってんですよ。弁護士やりながらね、人のことは何言ってるんだ、そんな言葉遣いするんじゃ、まあ、ちょっとね、正直、私も多少強い言葉をで言ってるところはあります。だから、それは聞いてください。別に隠しはしませんので。男性ですもん。なんかね、ちょっとね、ワタミの、ちょっとこれちょっと知りません。ちょっとあくまでそ噂だって言うと聞いてください。ワタミの、なんかその過労死事件かなんかで、自民党に抗議行ったときに、その遺族がなんかその暴力的に排除されたっていうところで何か関係しているような人だというのがネット上の情報には出てます。それが本当かどうかは僕は分かりません。だから多分こういう抗議が来ると全部そこの人に回すんじゃないかね。それでなんかこういう、まさに先ほどねおっしゃっていただきましたけど、闇金でバーッとこう怒鳴るみたいな感じで市民を脅して、口を塞ぐという、まあ、用心棒みたいな人なんだと思いますよ、つまり。神田さんの捉え方として、これはについて、どういう受け取りをしているのかというところなんですけれども、これというのはこの、まあ、一連の発言について、彼女は一回そのテロというところが撤回したわけです。今改めて出てきました。まず彼はテロというのは厳密には撤回してなくて、決して民主主義ではないって書いてあるんですよね。民主主義というのはテロというのは決して民主主義とは路線が違うと。だからデモをやるのはやっぱり民主主義じゃないっていうのが彼の基本的な、でなんか整然としたやつだったらいいけど、なんだかなんだか変なこと言ってますけども、要するにやっぱり我々がね、ここでやってる皆さんたちがやってるような活動というのはやっぱり民主的なものではないんだというふうに決めつけているのが彼のスタンス、いまだにそうだと。だから変わってない。でテロっていう、テロという言葉だけでね、そこの言葉尻を捉えてもしょうがないので、要するにこういうデモっつものをその排除していこうというところを言ってるところが一番重要だと思いますよ。で今回の抗議文の中にたくさん書いておきました。多数派、選挙で多数派を取ったって、でしかも前回の選挙ではこう争点になってないですかね、公約にも入ってないですかね。だからたとえ選挙で、多数派を取ったってちゃんと国民の意見聞かなきゃいけないんじゃないかということを散々これを抗議文の中に書いてありますので、こちらの考え方はですね、それはちょっとぜひお読みいただければというふうに思います。石破さんがこの時点で担当者がこういうことを言ったってことについてはどういう捉え方なんですか。だからもちろんこれも本音がポロッと出ちゃったんだということだと思うんですけど、そこ隠さないですよね。だから僕は最初当然予想してたのは、よくあるじゃないですか、いやいやそれはそこ抗議の電話があると、いやちょっとそれは議員個人の考え方として、党では党としては何ともね言えませんので承っておきますとか、普通はそういう対応でしょ。そういう対応を予想してたんだけども、非常にこの暴力的に排除してくるこの嫌な感じっていうのは、もちろんテロの定義とかね、そういう細かい議論の問題じゃなくて、非常になんていうかな、反国民的というか反市民的というか傲慢というか、だからそういう、こうムードが嫌ですよね。僕はだからこれがテロというね言葉の定義はどうのかこうのかとか、そういうことも別に上げ足取るつもりはあんまないんですけど、非常にこの暴力的な感じが僕は嫌でしたね。それはその石破さんじゃなくて党自体がそういう態度、そうだと思います。だからいやっていうか、そういう人を置いたわけでしょ、つまり窓口に。だから党のイメージをもっと国民に対して開かれたものにしようと思えば、もっとなんかほらね、丁寧な言葉遣いをする人をそれ窓口に置くわけじゃないですか。とかあえて党の顔になるような電話の窓口にその暴力的な発言をする人物を置くわけでしょ。それで市民の抗議をそういう暴力的に排除するわけでしょ。
だこの嫌な感じですよね、どっちかというとね、うん、嫌な感じがしました、非常に。ありがとう。よかったら、サイン会の集会に喋りに来てもらっていいですか。またじゃあ、ありがとうございます。再開からの集会でよかったら、終わりました。ありがとうございました。あ、皆さんすみません、私ちょっと今、実は参議院会館前で市民の抗議集会を主催しているので、ちょっと戻らなければいけないんですけれども、そこでも石破発言に対する抗議の声が広がっているので、9時までやってますので、よかったらぜひこの後いらしてください。すいません。失礼します。あ、で一応ですね、今後なんですけど、一応ね、彼というのはその猪俣氏との間では彼は受け取らないと、対応しないと言ってるけども、明日改めて今日皆さんがですね、例えば皆さんがどっかに書いてくれればですね、まあ、それを聞いても本当に合わないのかということで、明日ね5時ぐらいに、はい、ダミアンさんと海民哲さんと一緒に、あと何人かね仲間と一緒に、はい、自民党は訪問したいと思ってます、明日の5時。それで、まあ、そこで、まあ、それでもその主演に追い返されたら、追い返されたというご報告をもう一度、今度参議院議員会館の、まあ、部屋を取ってですね、またそこでご報告したいと、でこの間の経緯も改めてご報告したいというふうに思っております。そうすると今送った紙を向こうがどういう扱いしているかまだ分からない。まだ分からないんですけど、多分今日届いたはずですよね。で一応配達証明になってるから、届いたかどうかは僕の事務所では確認はできますけど、それは1日2日遅れます。配達証明、うん、なんですか、Uパック、うん、Uパックで送ってるんで、一応あれ追跡できるじゃないですか、うん、で一応それは分かります。普通だったらもう今日には届いてるはずです。今冒頭に神村さんの話、ご要望もよく分かりましたありますんで、冒頭で抗議を伝えて、そうですね、というかね、要望を伝えたんで、先ほど申し上げた冒頭で、これちょっと後で聞いていただきたい、冒頭で、要するにこういう内容趣旨の抗議文を送ったので、ついては本当の叱るべき人と話がしたいと、で明日行きたいと思ってるけども、どうですかと、うん、いうことに対して、ですね、神原さんご要望お話はよく分かりました。で、まあ、党を代表してやるわけではありませんから、うんぬんかんぬんということでつながったわけですね。抗議文が届いたかどうかは、まあ、このやり取りからはまあ、はっきりしないですけど、はい、発送はね、2日の夕方ですね、4時半とかそのぐらいですね、まあ、だから届いてても今ぐらいに届いたのかなと思います。明日伺って、しかるべき人と話をしたいんだと申し入れたんだけども、こういう回答であったと。うんうん、だからそう、だからしかるべき人と、要するに12月の4日に会いたいっていう趣旨だったんですね、つまりね、うん、僕としてはね。そうですよね、はい、うん。まあ、それでどっかに文書は、僕たち回答はどっかに送り返すっていうのがどっかにあったんですけど、どっかにあるはずです。受け取りません、送り返しますというのもどっかにあったはずです。ちょっと。ごめんなさい、うん、そんな感じです。あ、そうですね、 2枚目の一番下のですね、調子のいい時だけ国民なんて言わないでください、あなただけが国民じゃないでしょう、調子のいい時だけ国民なんて言わないでください、他にも国民はたくさんいますよ、じゃあ署名をお返ししましょうか、署名をお返ししましょうか、だって自由でしょ、つまり自分たちの勝手でしょ、あなただって自由でしょ、何ですか、
だから、あの文書を送り返すのも俺の自由だという主張ですね。書いてあるんですね。そう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 。最初にあの栗林さんという方に対応していただいて、その時はあの普通の普通の人でした。その時もそのあの抗議の旨というか、伝えられた。あの大体おおよそのこのあの抗議文の趣旨は伝えました。栗林さんには。そしたらちょっとあの私は答えられないんでっていうことで、まあ電話こっち回されたっていう感じですね。全部入ってます。はい。前段にやり取りがあるわけではない。ないですないです。あの この人が電話に出たところが全部入ってます。事務局って言ってましたね。最初ね、最初になんか受付の女性が出て、で趣旨を伝えたら、じゃあ事務局に回しますって言って事務局の栗林さんに回されて、それでまあ1日目はそれで終わって、で2日目にこういうことになったっていう流れですね。ですか、大体よろしければ、あと一応データお渡ししなきゃいけないんですが、9枚あるんですが大丈夫ですかね。足りますよね。足りますね。あ、はいはい、じゃあ9枚 IWJ さんっていらっしゃってます。あ、じゃあ、あのギギさんには渡さなくていいんだ。はい、じゃあこれで、はいはい、じゃあ一応今日はそういう形で、はい、どうも皆さんありがとうございました。